ルサチア文化は、黄緑北欧青銅器時代の北欧諸文化は黄色、都市チニエツ文化前8世紀のヨーロッパ東部。赤色が、ルサチア文化、コミロが、チェルノレス文化。ルサチア文化の同期ルサチア文化は、後期青銅器時代から、初期鉄器時代にかけて、ポーランドを中心に、チェコスロバキアドイツ東部、ウクライナのそれぞれ一部地方にかけて広がっていた文化。日本では、 ラウジッツ文化とも呼ばれる。ルサチアとは、地名で、ドイツ語で、ラウジッツ、ポーランド語やソレブ語で、ウジツェと呼ばれる、ドイツ東部から、ポーランド西部にかけての地方の、ラテン語での名称。ルサチア文化は、コツツボボチ文化と呼ばれる、青銅器時代の中央ヨーロッパ文化群のうちの、一つで、東部群を構成する。ウニエチツェ文化のうち、 東部にあたるポーランドにおける発展型である、トシチニエツ文化の後継文化。トシチニエツ文化は、プロトスラブ人と関連があるとされている文化で、東は、ドニエプル川中流域の東岸地帯、西は、オドラ川の中流、上流域の西岸地帯にまで広く発展していた。なお、ウーニエツツセ文化の西部は、フンボ文化を経て、後に、 コツツボボチ文化の西部軍を構成して、東部軍のルサチア文化と並存した。一般的には、イリュリア語がこのラウジッツ文化に由来しこの文化の担い手は、この当時この地に住んでいた時のイリュリア人であっただろうと推測されている。その後の彼らについては、すべてが南方へ移住してしまったという説と、一部が南方へ移住した一方この地に残った人々も多く、 彼らの文化が、ポメラニア文化に移行したとする説もある。ルサチア文化は少なくとも、プレスラブソゴの文化であると考えられる。プレスラブソゴの諸集団は、血統としては、将来のスラブ人の基礎を構成する要素となったものではあるが、その言語はその時代はまだ、スラブ語派には属していないか、あるいはそもそも、スラブ語派そのものが、 未だ発生していないかのどちらかの状態である。したがって、これらの諸集団はこの時代に限定すれば、プレスラブソ語と同時に、プレゲルマンソ語の状態の諸集団であったとも言える。つまり、この人々が、イリュリア人であるとすれば、南方へ移住する時代より、前の古い時代のイリュリア語は、スラブ語派にも、ゲルマン語派にも、その他の語派にも未だ属さない言語であったと言える。 ルサチア文化の場合は、同時代の、すでに、スラブゴハの文化と推定されている東方のチェルノレス文化の存在から、この時代は、スラブゴハはもう発生していたと推定されるが、ルサチア文化の地域住民が、スラブゴハであったという明確は、証拠はない。しかし、ルサチア文化は後に、チェルノレス文化の影響を受けて、ポメラニア文化に発展している。また、 ルサチア文化の先駆文化は、プロトスラブ人のものと広く考えられている、トシチニエツ文化の西方群である。したがって、このルサチア文化の住民の言語は、プレスラブソ語であることは、ほぼ確かであるものの、それ以上のこと、つまり、ゲルマン語派であるとか、スラブ語派であるとか、ケルト語派であるとかいったことは可能性の話に過ぎない。ただし、イルリ,リア語については、 ケントゥムゴハの要素だけでなくさて、ムゴハの要素も強く見られ、現在でもこの言語が、ケントゥムゴハであったのかさて、ムゴハであったのかをめぐっての論争がある。スラブソゴは、東方からやってきたイラン語派の遊牧民社会との交流によって、言語の音声や一部の語彙が、ケントゥムゴハからさて、ムゴハに変化したものであるため、イリュリア語にもさてムゴハの要素が見られる事実は、 注目すべき点である。なお、イリュリア語とゴート語との類似性についてドイツなどで過去に熱心な研究が行われていたにもかかわらず、イリュリア語がゲルマン語派であった可能性は限りなく低い。というのも、ルサチア文化の時代にゲルマン語派が成立していた可能性そのものがほとんどないからである。現在ではゲルマン語派はルサチア文化の終わる。 紀元前5世紀頃に西方のドイツ中北部で発展していたヤストルフ文化で発生した比較的新しい語派であると考えられている。コツツボ墓地文化の中心であるドイツ中北部一帯はこれよりずっと古い急上アンフォラ文化の時代よりインドヨーロッパ語族が数字にわたってその勢力を東西南北へ広げた元凶となっておりドイツ中北部から ポーランド中部にかけての一帯は、クルガン仮説では、インドヨーロッパ語族の第二の元凶と呼ばれている。ルサチア文化は後期になると、スラブ語派の文化と推定される、東隣のスキュティア地方で、ほぼ同時期に続いていた、チェルノレス文化の影響を強く受けるようになり、その結果ポメラニア文化へと発展している。ビスクピン遺跡最も有名な遺跡は、ポーランドのビスクピンにある。 この時代は北欧の年代区分でのモンテリウス3期から部位期に相当する。北欧青銅期時代に属するスウェーデン東部とルサチア文化に属しポーランド北部をはじめとするバルト海南岸一帯との交流の影響が顕著に見られる。特にスウェーデン側ではポーランド側からもたらされたと思われる装飾品が発見され、同器、家屋の構造、 墓地の形式にもルサチア文化との深い交流の跡が伺われる。特に社会のエリート層同士の交流が盛んであったものとみられる。このようなバルト海を挟んだ密接な交流は初期鉄器時代まで続いた。これはゴート族出身の歴史家ヨルダネスがゴート人のこ地をスウェーデン東部としていたことに結びつけられて考えてきたが近年の調査により スカンジナビアから多くの人々がバルト海南岸に視してきたという説そのものが放棄されていてビエルバルク文化はバルト海南岸における前の時代の土着の諸文化に由来すると推定されている。そしてゴート族の起源が北欧にあるとする説はおそらく4世紀に鉄造されたものであるかあるいは単なる伝統的な俗説の類いだと考えられている。 ルサチア文化その他の骨壺墓地文化に属する小文化と、スカンジナビア半島東部との後期青銅期時代から初期鉄器時代にかけての長期にわたる深い社会的交流があったこと自体はおそらく事実であろう。ゴート族はおそらくポメラニア地方で、ルサチア文化ないしその後継のポメラニア文化から発生した。 地方文化のオクシビア文化で部族として成立し、後に移動を開始するとその経路にあった、プシェボルスク文化と融合して、ビエルバルク文化となり拡大発展することになる。このように、スウェーデン東部との密接な交流があったことから、ルサチア文化は、北欧制動器時代に含まれる、諸文化の一つと見られることもある。また、止め金や止め針といった、装飾品や武器には、 ハルシュタット文化とラ・テーヌ文化の影響が見られる。トゥルトシネックカルチャー、JP、マラリー &DQ アダムズ、エンサイクロペディア・オブ・インドゥ、ヨーロピアンカルチャー、フィッツロイ・ディアボーン・パブリッシャーズ、ロンドンシカゴ、1997。ただし、球場アンフォラ文化時代は、その文化的中心は、ポーランド中部にあった。カリフ。 アンデルス2001ゴシックコネクションズコンタクトズビトゥイーニースタンスカンディナビアザサザンバルチックコースト 1000BC500AD オケーショナルペーパーズインアーキオロジー26ウプサラオピア26ウプサラユニバーシティハットディブラウスキー P73 ありがとうございます